LPI 日本支部の、えー、永原です、えー。これから今日のセッションを始めさせていただきたいと思います。えー、本日のセッションはですね、えー、LPI が実施しております Linux Essentials という試験の内容の内容の方のですね、説明と,、えー、と一部、えー、その内容かか、出題範囲に関わる内容のところをご説明させてあげます、えー。まずですね、 えー、こんな形で LPI の紹介をまず最初に行いまして、えー、試験の紹介、それとあのエッセンシャル試験図。 Linux e s ッエッセンシャルズというのが正式な名前ですけれども、Linux e s エッセンシャルズ試験の内容はどういったものなのかということをお話しして、あ、ちょっとここ、ごめんなさい。あの、前のま、まあ、直してませんね。えー、今日はですね、アプリケーション、いろんなアプリケーション、OSS のアプリケーションの、えっと、どういったものがあるかというお話をさせていただきます。それではですね、えっと、まず自己紹介なんですけれども、 えー、私、私、LPI 日本支部のスタッフではなくてですね、一応外部の人間です、えー。有限会社 NS プランニングというシステム開発の会社をやっております。80年頃からですね、ユニックスをずっと使い続けてきましてですね、2000年頃から Linux も使用しております。LPI さんとのお付き合いもこの頃から始まっていて、えー、LPIX2 まで一応習得しています。 こちらの方の書籍ですね、Linux Essentials の受験を考えておられる方には、いい参考書があまりまだ本出ていないんですけれども、ターゲットとして出ているもので、こういう本が出ております。こちらの方の書籍の一応、出筆も私の方で行わせていただいております。それではですね、まず LPI の活動について、まずご紹介させていただきたいと思います。 LPI はの、えっと、まず目、団体としての目的なんですけれども、ミッションはですね、こちらにありますように、オープンソースで働く人々をサポートすることによって、オープンソースの利用を促進するということをミッションとして掲げております。えー、オープンソースの利用を促進することが最終目的なんですけれども、そのためにオープンソースで働く人々をサポートする。 技術者として、ですね実力レベルをちゃんと認定する試験等を実施して、ですねそのプログラマーの方、あるいはエンジニアの方々のですねスキルをしょのが、えっと、就職のととか、あるいはあの何か職を探すといった時にですねあの役立つような資格認定を行っているということが中心的な活動になります。 LPI の,のそういった認定試験なんですけれども、えー非,常あのー、非常に優れた特徴を持っております。LPI はですね、えー、後で説明いたしますけれども、全世界で配信されておりまして、全世界に受験者がおりますに。もちろん認定者もおります。ということで、ワールドワイトな試験だということが一番大きな特徴です。この、で、すいません。えー 世界標準の試験開発方法を使っておりますし、世界標準のその試験の開発手順も行っております。これを、えー、日本ではあまりこういうことを言われること少ないんですけれども、これはあのいろんな理論がもう確立されていてですね、ワールドワイドの試験というのは、えー、ほとんどが同じような開発,試験開発方法をとって開発されています。例えばマイクロソフトの認定試験であるとか、 シスコの認定試験なんかも同じような形で開発されているものです。LPI の試験はですね世界的に非常に評価が高い評価をもらっています。要するに LPI の試験に合格した人たちはちゃんとエンジニアとしてそれなりの実力を持っているということが認められているということです。 そのためですね、えー、他の認定ベンダーさん、いろんなあの資格を認定するベンダーさんはいるんですけれども、その中の,あの前提要件の一つというふうに認めてくださってですね、LPI に合格している人は、一定の科目が免除になるとかですね、そういった、えー、メリットを得ることもできます。もう一つはですね、えー、例えば、あのーまあ、ベンダー系のものですね、えー ベンダーが実施しているトレーニングセミナーとかの受講が前提要件になることもありますし、えー、そういったベンダーの提供するセミナーさえ受けておけば、実はすんなりと合格するような、えー、と,ところばかりこう教えてくれるというようなところがあ,あるわけですけれども、LPI の場合はですねそういうことはなくて、ですね、えー、自分で,で勉強してもいいですし、あるいは学校とか、えー トレーニングコースに参加して勉強するんでもいいんですけれども、えどのような、えっと、前提とするトレーニング、そういったセミナーとかはありません。本を読んでやってもいいですし、何よりも大事なのはもちろん実機に触って勉強するということになるわけですけれども、えっと、そういった形の活動でだけで受験することができます。で、その結果ですね、現在 LPI の認定試験はですね、 70万回、全世界中で実,会実行されてです、ね、27万人の、えー、合格者、認定者がいます。世界中に散らばっているということですね。で、えー、LPI の試験構成なんですけれども、えー、早くから日本でも行われて有名になっているのはこちらのエルピックのトラックですね。えー、こちらのもの、はエルピック1から始まって、エルピック3 直前までの LPIC2 と3のところを岡田君が説明してくれましたけれども、こちらの方は Linux プロフェッショナル、主にシステム管理者、Linux システム管理者向けの知識と技能を問うという形のトラックになっています。 最近になって二3年前になりますかね、日本で配信したのは2、3年前になりますけれども、ワールドワイドではもっと早くからやっていたんですけれども、初学者向けにですねエッセンシャルトラックというのを,を持っております。Linux エッセンシャルズというのは、その中のここの部分ですね、えー、になります。これはあくまでで初学者向けで リナックスエッセンシャルズの目的はですね、一番大きな目的は、これからオープンソースの世界で活躍しようとする人たち、オープンソースを使ってビジネスをしよう、あるいは働いていこうという人たちの一番最初の基本的な知識が身についているよということを認定するための資格になります。えー、こちらの方がですね、えー、もうシステム管理者というところに特化しているにかに 対してですね Linux e s エッセンシャルズはユーザーあるいは営業とかですねマネージャーさんそうした方々これからオープンソースを使っていろんなことをやっていこうと考える人たち向けの試験という形になりますで,ではその Linux e s エッセンシャルズという試験には一体どういうものが出るんだろうということですね こちらの方、えっと、もちろんあの、出題範囲はですね、LPI のウェブページの方で全て公開されています。これ、その先頭の部分なんですけれども、えー、エンジニアリングトラックとは違ってですね、コミュニティとオープンソースのキャリア、えー、どういうようなもの、Linux はどういったものであるかということは、もちろん知ってなきゃいけないんですけれども、えー、コミュニティとかキャリアについての知識ですね、えー、そういったものも問うというところが非常に大きな特徴です。 エ、えー、LPIC1、長くやっているものですから、ピックワンそれなりにご存知の方おられると思いますけれども、エピックワ1とエッセンシャルズの試験範囲をです、ね、ざっくりとこうまとめてみた図がこちらになります。緑色の部分がですね、ピックワ1で表示出題される範囲、えー、黄色の部分がですね、エッセンシャルズのみで出題される範囲になります。えー Linux この辺りず、全部 Linux の知識なんですけれども、こちらの方に関しては、ほとんどが共通する分野になります。ただですね、エッセンシャルズにしかないエリアってのがここに集中してあるわけですね。この辺りちょっと拡大してみます。こちらの方を見ると、ですねソーシャル面というふうに私は分類しましたけれども、えー、どんな形で Linux は使われているかとか、ですね Linux ディストリビューションに一体どんなものがあるのか。 だからオープンソースって一体どういうものなのか、えー、そのライセンスですねライセンスについてどういったライセンスがあってどういうふうに使うのかそうしたところのです、ね、知識もやはり、えー、必要だろうということで、えー、盛り込まれているわけですで中にはです、ね、セキュリティの基本というふうに分類していますけども、えー、っとウェブブラウザ ングするにどんなことに気をつけなきゃいけないかとかですね、パスワードっていってどういうふうに管理すればいいのとかいった一種の IT リテラシーに属するような部分ですね、こうしたところも当然あの、これからコンピューターで飯を送っていくっていうことになれば必要だろうということで、あの実際範囲として含まれています。 とかですね、こちらのハードウェアの知識、ハードウェアのパーツですね、CPU とかメモリとかディスクとかいろいろあるけど、一体それがどういう働きをするのか、わりと整理されていない方が多いということの裏返しだと思うんですけれども、正しい知識を持っているということなんかも一部出題されます。こうしたあのエンジニア以前と言ってもいいかもしれません。エンジニア になるために知っておかなきゃいけないんだけれどもエンジニアリングの勉強にはちょっと入っていないよねっていうようなところがエッセンシャルズ試験には含まれているということが非常に大きな特徴ですで、えー、こちらは今言ったことをちょっとまとめたものです でじゃあ、その Linux Essentials でどういった問題が出題されるかということをざっとこう分離するとですね、大体この4本の柱からできているということが分かります。ちょっと順番に見ていくとですね、一番簡単、分かりやすいところで Linux の操作、これはもちろん出題されます。でこれはエンドユーザーとして Linux を操作する方法が問われます。システム管理者ではないです。 でこの部分についてはですね、Linux の操作ということだと、ログインして、シェルを使うということがメインになるわけですけれども、こちらについてはですね、一種のプッチーエルピック1だというふうに考えていただいてもいいと思います。えー、勉強しなきゃいけないことも大部分がかぶ、えー、さってきます。そしてですね、次に上から順番に行きますけれども、今も述べたように、パソコンのコンポーネントの知識、えー。これはですね、何のためにこういう出題がされているかというと、 PC を選択するときに役立つ知識。えー、当然、これからコンピューターの世界で名刺を送っていこうというときはですね、PC、道具として使いこなさなければいけないわけですが、それをどういったものがあって、どういった基準で選んでいけばいいのかということを知識として持っているよということを証明してほしい。そしてですね、セキュリティの知識。これもエンドユーザーとしてのセキュリティの基礎の部分ですね。 パスワードとか、あるいはクッキーですね、ウェブザブラウジングする場合のクッキーってどういうもので、どういうリスクがあって、どういうメリットがあるのか、そういったことについての知識をちゃんと持っていてほしいということです。そして、オープンソフトウェア、オープンソースソフトウェアって何ということですね。えー、こちらの方、当然ながら OSS と関わって、えーま、今の時代、オープンソース 使わずにというのは、えー、すごくリッチだけれども、あまりありえないことですので、えー、これに関する知識ももちろん、えー、常識として知っているよということですね。それをあのちゃんと問われます。こちらの部分については、ですね5月21日にウェビナーを行っておりましてですね、えー、その模様はあの YouTube の方で見れますので、興味のある方はぜひご覧いただければと思います。次にですね、 リナックスに関する基礎知識ということで、えー、どんなディストリビューションがあるの、どういう特徴があるの、そもそもディストリビューションって何という話、知識とかも、えー、必要とされます。えー、そこれについてもですね、えー、別のウェビナーを行っておりま,すすましてですね、これも YouTube の方で見れますので、えー、LPA の公式ページ、YouTube の公式ページがありますので、そちらからたどって。 ご視聴いいただければと思いますそしてですね、今日うお話しするのはですね、ここまでに説明しあの、お話ししてこなかった、OSS の主要なアプリケーションに一体どういうものがあるのというお話とですね、OSS 使っていても、やっぱり商売というか、食っていかなければいけませんので、OSS を使って、 で、ビジネスをする方法って何かあるのどういうふうにビジネスで活用できるのということで、OSS に関わるビジネスモデルですね。そのお話をちょっとさせていただこうと思っております。でここまでのお話をざっくりまとめるとですね、エッセンシャルズはプチエルピック1ではないです。ターゲットが全く違いますので、一般ユーザーとして、 でできればですねこれからエンジニアとして活躍しようとする方だけではなくてですね、技術営業を担当しなければいけない方とかですね、そのマネージャーさんたちにもぜひ習得していただきたい試験ということになりますであの。エンジニアを目指す方々もですね、ぜひあのこっちエッセンシャルの方から勉強を始めていただくとですね、例えば OSS って何 って言われたときにですね、きちんと答えられる方って意外と少ないんですよね。そうした知識をちゃんと,と,もあっと持った上でですね、OSS の世界に飛び込んでいただくとですね、えー、いろんな方との話も通じやすくなりますし、えー、自分自身の興味の範囲もずっぐっと広がると思いますので、ぜひこちらの方の範囲から始めていただければと思います。さて、それではですね、えー、と本日の主要なアプリケーション。 主要なアプリケーションということで、どんなオープンソースアプリケーションがあるのということですね。えー、特にエッセンシャルズで出題される可能性があるようなものですね中心にちょっとリストアップしてありますので、順にご紹介していただきたい,いこうと思います、えー。まず一番最初にですねオプ、オフィス用のディスクトップアプリということで、ちょっとまとめてみました。えー、当然ながら 普通にパソコンを使っているとき、ほとんどの方は Windows をお使いになっていると思いますけれども、それを仕事で使おうとしたときに、一番先に使うのは Microsoft Office ですよね。で、その中にも Word とか Excel とか PowerPoint とか Access とか、まあ、こんなものいろいろあります。 あるいはですね、最近あのデザイン系のお仕事とかを使って、Adobe 系のツールを使っておられるっていう方もいらっしゃるでしょうし、ウェブブラザーは当然のごとく使っておられると思います。これらの商用アプリケーションに相当するですね、ちゃんとしたアプリケーションがオープンソースのものがきちんとありますよということをしっかりと知っておいて,おい,ていただきたいと思います。こういった形で OpenOffice とかですね、これが Office ススートになります。 今はあのリブレオフィスの方がよく使われてますけれども、それとかメールツールとしてはサンダーバード、フォトショップの代わりになるようなジンプ、えー、イラストレーターの代わりになるリンクスペースですね。あ、リンクじゃない、インクスペースですね。えー、それとか他に標準委員会のマイクロソフトエッジですけれども、ァイフォックスとかクロームクローム自体は、えっと、まあ、 Google の配布している、えー、所有アプリケーション、無料だけども所有アプリケーションですけれども、その完全なオープンソース版であるクルビニームなんていうものもあります。で、えっと、このような形でですね、一般によく使われている所有アプリケーション、 パソコン使うよ、例えば街中のパソコン教室なんかで教えるようなこうアプリケーションが並んでるわけですけれども、それに対応する形でですね、どんなアプリケーションがあって、えー、どういう特徴があるのかということを覚えておくとですね、えー、試験の方にはすんなりと通ります、えー。こちらの方、ちょっと後で少し紹介しようと思います。それとかですね、えー、もうちょっと、いわゆる オフィスユースのものだけではなくてですね、もっと専門的な分野のアプリケーションもかなりほとんどが、えー、オープンソースで最近は手に入るようになっています。えー、例えばですね、えー、3D モデリングを行うためのですね、今、あの商用アプリとしては、 オートデスクのマヤというのが使われているらしいんですけれども、それに対応するものとして、オープンソースではブレンダーというものがあります。あと、CAD ですね、2 d 3D の CAD。最近は設計のときには CAD 使うのは当たり前ですけれども、えー、こちらのもオート CAD がかなりのシェアを取っているそうですけれども、フリーのものとしてはこういったもの、BRLCAD とかフリー CAD が一番多いのかな、なんていうものもありますし、 え最近、GIS といって、地図の上にさまざまな情報を表示するためのアプリケーションなんかがあるんですけれども、それについても、こちらのもの、こういう ArcGIS というのは非常に大きなシェアを持っているんですけれども、それに相当するようなアプリケーション、QGIS というフリーソフトウェアがあります。機能的にもなかなか優れたものです。 あとは音声編集ですね。アドビオーディション。まあ、他にもいろいろありますけれども、音声系のアプリケーションはね、えー、これに対しては、オーダスーシティという波形エディターですね。音声エディターなんてものも入りますし、例えばですね、えー、ボヤマハのボーカロイド、非常に流行ってる、流行ってますけれども、えー、同じような形で、歌声合成するようなソフトとして、こういったもの、シンスイ e これ日本の大学で、えー 開発されているものですけれども、オープンソースとして手に入ります。それとかですね、えー、m a c o s とでいうとこのボイスオーバー、いわゆる音声合成の読み上げアプリですね、こうしたものも、えー、オープンソースで,、えー、で無料で利用できるのがポロポロ出てきておりまして、古くからですと GNU スピーチというのがそれなりに使われてたんですけれども、最近は日本のこれも大学の方でやっておられる。 プロジェクトとしてですね、OpenJtalk なんていうものが出てきたりしていますええ。ここからですね、ちょっとその今ご紹介したアプリケーションをですね、具体的にあのいくつかお見せしようかなと思います。ちょっと待ってくださいね。今画面を切り替えますので。 はい、こちらの方ですね、Ubuntu 20のデスクトップ画面です。画面ちょっとあの見やすいようにフォントをでかくしてますんで、画面ちょっと狭いんですけれども、えっ、ー、と違う。まずですね、えー、ちょっとあらかじめ用意しておいたものなんですけど、こちらのワードファイル、これマイクロソフトの、えっと、サイトからサンプルとして 公開されていたものをダウンロードしたんですけれども、実際にリブライオフィスで開いてみると、こんな形で、このあたりのアイコンの並びとかですね、要するに編集のための機能、こちらのものなんかについてはほとんどマイクロソフトワードのものと同じような形に並んでいることがわかると思います。こちらの方、えー、今度は Excel のファイルですね。えー、こちらも 同じくリブレオフィス。こちらの方で開いてみましょう。こんな形で。さ、excel と同じような操作ができます。こちらの方のやっぱりメニューバーの構成なんかもほぼほぼ似た形になっていています。で、あのー、今気づかれたかもしれません。けれども、これ実はえっとリブレオフィスとかオープンオフィスとかが使われているんですけれども。えー マイクロソフトの XLS ファイルとかですね、docx ファイル、直接開くことができます。ただし、えっと、標準となっている、えー、文書フォーマットですはですね、えー、オープンデータスタンダード、えー、オープンデータフォーマットか、ODF か、えー、という、えっと、 別途企画化されている国際標準になっているフォーマットになっていますので、えー、そちらの方がを使うのが一応このリブレオフィスとかオープンオフィスの、えっと、留義ですけれども、えー、便宜上エック x とか XLSX とかもそのまま開くことができるようになっているということです。それではですね、次に、 えー、g h o s スクリプト s v g ファイル、いわゆるベクターグラフィックのデータですね。こちらをちょっと開いてみましょう。えー、開けるアプリケーション、今、インクスペースで、まず、ベクターグラフィックですから、インクスペースで開いてみましょう。えー、こんな形でですね、これ、ポスト。 スクリプトのサンプルとしてよく古くから使われている、えー、ベクター画像なんですけど、こんな形で開いて実際に編集することもできます。えー、ツールボックスがこの辺りに並んでいて、えー、プロパティシートがこちらに出るようなんていうところもなんかはイラストレーターとやっぱりかなり意識した作りになっていると思います。で、こちらのファイルをですね、えー、ちょっとベクターファイルですから、えー ビットマップにエクスポートしてみましょうか。よいしょ。はい。エクスポートされました。えー、こちらの方にですね、png ファイルという形でエクスポートされましたので、今度はこれをですね、あ、CAD Viewer は、部分に標準のツールでした。すいません。えー、ジンプというビットマップエディター、えー、アトビの製品で言えば、えー、Photoshop に相当するものですね。これを使って開いてみましょう。 これですねえー、画面の表示方法とかも、かなりフォトショップと似た感じになっていますけれども、このような形で、えー、扱うことができます。<laughs> 機能的にもですね、えー、やはりあの商業製品ならではの,あの便利な機能とかも,いいもうそれなりにありますけれども、できることとしては、ほぼほぼ商用版,版というか、えー、Adobe の製品とですね、 変わらなななないいよようう形形のことこままでできるような形にはなっていますそれとかですね、次にこちら、これはですね、Blender の 3D モデリングのデータをやはりアプリケーション、あのー、サンプルのものをダウンロードしてあるんですけれども、これを開いてみましょう。 さすがにちょっと時間がかかりましたけれども、このような形でですね、3D モデリングのデータ、3DCG とかを作ってですね、出力するもの、例えばアニメーションにして出力するなんていうところまで行うツールができております。こちらのブレンダーを使ってですね、作成した CG で作成した映画がパブリックドメインで公開されていたりもします。 このあたり、ちょっと私はあまり詳しくないんですけれども、えー、十分にえっと実用的な性能と機能を持っているということです。で、じゃあ最後にですね。よいしょちょっと実用的なところで GIS のデータをちょっとお見せしましょうか。QGIS というツール。 えこちらはですね、先ほども言いましたように、地図の上にさまざまなデータを載っけるソフトです。えー、最近はですね、あの防災マップ、あの危険度マップとかあのよく言われるようになりましたけど、そうしたツール、そうしたものを作るためのですね、えー、ツールとしても十分に実用的な機能を持っています。えー、こちら、のアメリカの一部の地図なんですけれども、その上に、 空港のこう情報が載せてあるんですね。でそれを消すとこう消える、表示するという形で、えー、レイヤーを作って、えー、地図の上にさまざまな情報を重ねるなんていうコース、かなり専門的、専門的ではあるんですけど、今、この手のツール使ってない自治体はないというくらい、えー、っと自治体などで使われているものの一つになります。もない ということでですね、ざっくりとあのここまでに説明したアプリケーションをご紹介いたしました。では、またちょっと画面をプレゼンテーションの方に戻り戻しますね。 はい、こんな形でオープンソースのアプリケーションもあのを使ってもさまざまなこと、えー、というか、よほとんどこう普通にパソコンで作業するようなことはほとんどできるということを覚えておいていただけるといい、よろしいかと思います。その他ですね、えー、オープンソースのソフトウェアはですねインフラ系でものすごくよく使われています。 えー、インターネットサーバーの半分以上は多分今も Linux で動いている状態ですので、インフラ系のアプリケーション、オープンソースのものがむしろ主力になっています。あの商品アプリケーションの方が、えー、むしろ少数は少ないですね。えー、例えばですね、マイクロソフトのウェブサーバー、インターネットインフォメーションサーバーですね、に対してはですね、アパッチ、アパ、えー Nginx と書いて、これエンジン x というふうに呼びます。そういうふうによなぜ呼ぶかとかっていうのは、まあ、作者の意向らしいんですけど、それとかですね、えー、あとは LightHttp、これ Lighty というふうに呼んでいます、えー。そういったオープンソースのものですね、こちらの方がもち今、主流になっていてですね、 えー、ウェブサーバーの大多数はこのどれか。今一番使われているのはエンジン X かな。大数的には a パッチの方が多いかもしれません。えー、ですので、これらの名前、それぞれ、えー、どういうアプリケーションか、要するに HTTPD のサーバーであるということはちゃんと覚えておいてください。えー、それぞれの,クあの特徴、これの3つのうちのそれなりに違いはあるんですけれども、それぞれの特徴とかも覚えておくとグーです。 ルピック1の方とかですと、アパッチですと、これをちゃんと使ってですね、システム構築するなんていうところが問われるようなものになってきます。とかですね、業務では欠かせないデータベース、最近は Web アプリケーションを作るためにもデータベースを使うのが当たり前になっているんですが、えー、まあ、オラクル。 マイクロソフトの SQL サーバー、IBM の DB2 なんかが商用のものとして、ベラボーなお値段で売られていますけれども、えー、ほぼ同等、機能的にはまあまあ同等のものが、ね、こういった形で、えー、たくさんあります。MySQL、えー、これあの聞いたこともある方がもう多いと思います。今これ、MySQL もオラクルの実は持ち物になっているんですけれども、えー、それと、えー、五感のですね、マリアデイビー。 それと、えー、ポストグレ,グレス SQL ですね。えー、それとうん、これはもう実はものすごく古くからあるユニックスのツールなんですけども、SQLite なんていうものがこの DBMS ですねの、の一部としてあります。この名前はあの覚えて出題の時にも覚えておいてください。それですね、えー、Windows の ファイルの共有、ローカルエリアネットワークなのでファイルの共有をよく行うわけですけれども、えー、この時に Windows S と Windows サーバーの標準機能としてついてますけれども、えー、Linux 並びに Unix の場合はですね、NFS とかですね、Samba というアプリケーションを使ったりします。NFS は Unix、Linux にのほとんどすべてに含まれているツールですけれども、Samba は別途インストールすることが必要なツールになります。 それとですね、えー、次にメール関係のソフトですね。メールの方の所有アプリケーションとかってちょっと決定打がないんですけど、マイクロソフトで言えばエクスチェンジサーバーですね。ただ、エクスチェンジサーバーはあのメール以外の機能も山ほどついてますんで、えー、純粋な意味でメールサーバーではないと思ってちょっと例を挙げていませんが、えー、メールをハンドリングするための、えー、オープンソースのソフトウェアですね、 ほとんどのこうメールサービスを提供している ISP さんとかですね、えー、などではこれらのツールのどれかを使っていると思います。メールの仕組みとして、ですねメールを転送するものと、メールボックスから、えー、届いたメールをメールボックスからユーザーの方に、えー、と送り届けるもの2つ、2種類のツールを使っているわけなんですけれども、えー、メールを受信。 送受信するメールトランスファープロトコルというトランスファーエージェントというものとメールデリバリーエージェントというもの,の2種類があります。こちらのものが、えー、受信並びに配送を行うツール。こちらのものはですね受信箱に届いた、えー、メールをですねユーザーエンドユーザーに届けるための、えー、とソフトウェアになります。ポストフィックス、エクスリム、Q ーメール、センドメール。 今一番多く使われているのはポストフィックスですね。これはメールを配信するためのサーバーだということを覚えておく。で、えー、ドーブコットサイラスアイマ i m a p あとクーリエメールサーバー、えっと、メールドロップなんていうものもこの一部に入るんですけれども、これはですね、POP3 とかですね、imap というプロトコルをしゃべってですね、えー、エンドユーザーさんにメールボックスから、えー、メールを届ける。 というために使われるソフトウェアです、えー、多いのはどれかな動物と、まあ、この3つほ,ほぼとんど同じかなど最近ドコットが多いいいんじゃないかと思いますこういった形のインフラ系のアプリケーションはですね、えー、オープンソースがもはや、えー、と主流となってですね、えー、こちらの方が使われていることが非常に多いということを覚えておきましょう。 その他にですね、最近はさいろんな,さなインターネットサービスが出てきています。えー、これ、そういったこう人気のサービスですね、例えばスラックっていう、まあ、ビジネスチャットって言ってしまうとちょっと語弊があるかもしれませんけど、ビジネスチャットのツールに対応するほぼ同機のものとしてですね、またーモスなんていうものがあります。とかですね、えーま ドロップボックスのようなこう複数のパソコンで一つの,1つのというかファイルをたくさんのファイルを共有するためのクラウドストレージというサービスですね。これについてもですね、ドロップボックスとか、最近だとボックスなんかが人気になっていますけれども、えー、特にドロップボックスが非常に人気が高かったことから、えー 同じ機能を実現するオープンソースのものが出てきています。オンクラウドとネクストクラウド。もともとはオンクラウドというのがそういうサービスを始めたんですけれども、えー、中の人間がちょっとどうも展開別れしたらしくですね、えー、ネクストクラウドというものがまた同じような形で出てきています。最近はですね、ネクストクラウドの方がバージョンアップが頻繁でよく使われています。それとかですね、 えー、プログラム開発の際に最近は g i t h u b でプロソースコードを公開することがオープンソースの業界では当たり前になっているんですけれども g i t h u b いちおこれは商業サービスですよね。えー、これに対してですね、えー、ほぼ同等の機能を持った使い方っていろいろ微妙に違うところあるんですけれども g、えー、i t l i b というもの、えー、が出てきています。うん 他にもですね、えー、例えば EverNote ーーとか Microsoft の OneNote とかいう,こうクラウド上にスクラップブックとかノートとかを作るためのアプリケーションですね。えー、こちらのものはサービスとしてインターネットサービスと,と抱き合わせの形で提供されているわけですけれども、えー、オープンソースのものはですね、あくまで1つのアプリケーションで、えー、その ファイル共有の部分、ファイルのこうクラウドに保存する部分にはですね、こちらの方のアプリケーションを使うという、こう2本立てのコースで利用することになりますが、こういったこう便利なサービスをですね、提供するオープンソースも出てきて、出てきている。それとかですね、えー、これはもう 名前を聞いたことがあると思いますけれども、ウェブサイトを構築する,するためのアプリケーションですね、CMS、コンテンツマネジメントシステムといいますけれども、これとしてですね、ワードプレスとか、ドルーパルとかですね、そうしたものは、えー、オープンソースです。<laughs> として提供されていてですね、今、ワードプレスのサイトとか、ウェブサイトを作ろうとかっていうと、ワードプレスを 貸してくれる、えー、ホスティングしてくれる業者を探して、そこと契約するなんてことが一般的にやられていますけれども、このワードプレスはもともとオープンソースで無料で,で使えるものです。その他にですね、ウェブサイト関係ですと、ね、単純なウェブサイトをワードプレスとかドルーパルで作ることもあるんですけれども、e コマースサイトですね、えー、通販用の e コマースサイトを、えー、作成するための、えー、独自の機能を とかサービスを持った、えー、アプリケーションもあります。これも CMS の一種です、えー。こちらのものとしてはですね、マジェントというものがワールドワイドで非常によく使われている。で、えー、日本ではですね、EC キューブ、これあの日本独自というものでなかなか面白い動きをしていますけれども、こういうものがあります。で、えー、こちらのアプリケーションとかですね、えー、サービス そうですね、ビジネスとしてですね、このオープンソースソ、ソフトウェア自体は、システムのソフトウェア自体はオープンソースで公開しながらですね、えー、そのサービス、そのシステムの運用をクラウドサービスとして提供しているっていうところがかなり多くなっています。えーまあ、そういったこともあって で、えー、結構面白いものがいろいろボンボン出てきていますので、ちょっといくつかをまた画面共有でお見せしていこうかなと思います。どうやってあれすんだっけ ?2 回は取れた。よいしょ。 はい、こちら、えっと、ウェブサイトの紹介になって、ちょっと申し訳ないんですけれども、こちらオンクラウドですね。こちらあの、自分たちのサービスをですね、えー、サー s として提供しています、えー。それとかですね、えー、こちらの方はネクストクラウドの方のホームページですね、えー。また日本語化とかホームページされてませんけど、日本では代理店さんがチャンネルに活動しています。 でこれまた MOST のホームページですね。こちら使うと、まあ、スラック独自のクライアントで、えー、が必要になりますけれども、Slack と同等のチャット機能をですね、えー、実現することができます。えー、こちらの方もですね、えー、プライシングというふうな形で、えー、こちらの方で運用している SARS の方ですね、えー、を、えー、販売していますので、 自分でシステム構築して動かすこともできますけれども、えー、こういったサービスを買うともう手頃に使うことができるという形になりますね。しょこちらジットリブですね。えー、ジットリブのシステム結構これあの実際にオープンソースのソースを使ってですねビル,ルドして運用しようとすると こうコンポーネントが多くてですね、それなりに大変です。で、そうしたことを手間とかを省きたいときはですね、GitLib さんの場合は、えー、ソリューションパートナーさんが SARS としていろいろ提供、いろんなところがホスティングしたものを提供していますので、えー、それを利用するような形になります。次、これ、えー、あのー、 スクラップブック、エバーノートとかに相当するものとして紹介したものですけれども、こちらの方、こちらの方はこんな形で、えー、実現できます。で、えっ、ー、と、ドロップボックスとか別途を使っておるとかあの、オンクラウドとか、ネクストクラウドを使ってないときにはですね、こちらの方もこのクラウドを提供していてですね、えー、実際のストレージとして、あの サービスを利用してくださいという方法も提供しています。アプリケーション自体はオープンソースです。で、こちらワードプレスですね。ワードプレスの場合はですね、ワードプレスオルグがオープンソースの方の,あのメインサイトになるんですけれども、商売の方としてですね、ワードプレスコムというところで、ワ、えードプレスを のサイトを貸してくれるというホスティングを行ってくれるサービスを提供しています。えー、日本 ISP さんとかが提供しているようなところを使ってもいいですし、こちらを使ってもいいというような形になっています。Drupal、うんえー、同じく CMS の Drupal ですけれども、こちらの方も、こちらの方は、えっと、こちらの方もえっと提供していますね。アクアクイア こちらの方の会社さん、会社が開発会社がバレエですけれども、えー、こちらの方が、えー、ホスティングサービスを s a ビ s で提供しているサービスになります。えっとよいしょえー、これちら、マジェントですね。 えー、マジェント、今、アドビのものになっていますけれども、システム自体はオープンソースです。で、えー、EC、G、サイト作るときにはですね、えー、いろんな拡張モジュールを組み合わせて作る、ワ、えードプレスなんかも実は同じような作りですけれども、そういう作りになっているんですが、えー、そのための拡張モジュールが有料で販売されていてですね、それを、えっと、マーケットプレイスから購入してインストール、ダウンロードをするというような流れになります。 石、えー、キューブさん。石キューブさんは、えっと、パートナー、石キューブさんもクラウドサービスとして提供していますね。ところで、えー、紹介を終えてプレゼンの方に戻ります。時間を押しちゃいました。すみません。 えー、これをお見せしたところで、えー、今もちょっとお話ししたんですけれども、オープンソースを使ってビジネスをしようといったときにそ、こういった形で SARS として運用するとかですね、いろんな形のビジネスの仕方があります。えー、今ご紹介したのが、この SARS や p a ス、サー a s やパースとしてですね、えー、サイトを運用して、こちらの方で収益を上げる、その開発費を使って、その、あ,あごめんなさい。 投入されてなかったですね今お話ししているんです SARS とか p a ス s としてオープンソースで開発したアプリケーションを提供することで、これを優勝として提供して、その上がりで自分たちは飯を食うというやり方、こういうやり方が最低に強く払ら。 流行って,きていますそれでですね、えー、オープンソースの場合は基本的にはあの無保証ですから、えー、優償のサポートが欲しいときにはです、ねえー、それを有料のものを買うという手があります。例えば、えー、Ubuntu は優償サポートなかなかあの手頃な値段で提供してくれていますし、えー、全く独立の業者だけども、えっと、そのシステムのサポートは面倒見るよという業者さんはいくつもあります。 その他にですね、例えば MySQL とか GitLib なんかもそうなんですけれども、無償版と有償版という2つのもの、大抵の場合はコミュニティエディション、有償版の方はエンタープライズエディション i という名前がついてますけれど、そういったものに分けて、ですね有償版の方がちょっと使いやすいとかですね、機能がそれなりに多いとかという形で分けて、サポートと一緒に提供するというような形があります。 変形として、ですね古いバージョンは無償だけども、最新版は有償だよっていうようなものもあります。でえー、こういった時はですねオープンソースのライセンスとですね商用の時のライセンスを分けて使,うあの使い分けるということから、デュアルライセンス、あるいはトリプルライセンスなんてのもありますけれども、そういった呼び方がされています。 それとかですね、えー、さっきもマジェントのところです、今言ったように、本体は無料だけども、拡張機能は優勝だっていうものもあります。えー、マジェントもそうですし、ワードプレスの一部の拡張機能ですね、プラグインモジュールは優勝でハ、マーケットプレスを通して販売されています。ネクストクラ o u もそのような機能を持っています。 こうした形でですねオープンソース、ソフトウェア自体はオープンソースとして無料で公開しながら、ですね、えー、自分たちは飯を送って収益を上げていくという方法が、かなりいろんなものが出てきていますで。今説明したものと、あとクラウドファンディングで金をあの開発費を集めるなんていう方法も含めて、ですね大体、えー、だいたい共通的によく使われることだなということで。えー 知っておく必要がある知識というふうになっていますということです で、えー、今日の内容は終わりましたので、えー、ちょっと時間過ぎてしまいましたけれども、LPI の方ではですね、公式学習教材の整備を進めていてですね、Linux Essentials についても、えー、ラーニングマテリアル、学習教材という形で公開しております。こちらはもうすでに日本語版をリリースしております。えー、手前見そながら、この翻訳も実は私がやりました。で、えー、LPI の方、 そういった情報はですね、LPI の方から配信しておりますので、ぜひフォローしてください。えー、次回のウェビナーのご案内です。9月26日にですね、l p i ク2向けで、みんなのつまずきやすいポイント対策ということで、ISA の木村様の方にウェビナーを行いますので、l p i ツ2の、えっと、受験を考えておられる方、ぜひご参加いただければと思います。 LPI はですね、えー、先ほどのようなミッション、オープンソースの普及のためにですね、オープンソースを、オープンソースで働く人たちをサポートするということをミッションとしておりますけれども、えー、パートナーとして一緒にあのやっていただける法人様を強く募集しております、えー。ぜひご参加いただければと思います。はい、ちょっと時間過ぎまして申し訳ございません。ご清聴ありがとうございました。 中原様ありがとうございましたはいありがとうございます